こんにちは、変形合体です。今日はトランスフォーマーの映画2作目のリベンジの RD6 ランページを紹介します。まずこれは何かというとブルドーザーですね。ビークルモードのギミックとしてはキャタピラはさすがに稼働しないんですが、その代わり車輪が4個ついているので、それを使ってクロス走行ができます。そしてメインのドーザーブレードですね。ここの部分は、ある程度稼働しますね。結構色分けされていたり、この辺とか再現度が高いですね。そしてこの後ろに爪があって、なんかリッパーというらしいんですが、これも稼働します。ブルドーザーなので G1 のデバスターでいうところのボーンクラッシャーに相当するはずなんですが、映画の1作目ですでにボーンクラッシャーの名前を使っていたので、なぜか合体してプレダキングになるアニマトロンの一人のランページという名前を使っています。ブロールもそうだったんですが、こういうのは良くないですね。ちなみにコンストラクティコンの他のメンバーと並べるとこんな感じです。自分が持っているのは3体だけなんですが、残念ながらこちらの単体のコンストラクティコンは合体しないバージョンの方ですね。逆に合体するデバステーターは合体のみができて、それぞれロボットモードにはできません。あとは同型の赤いランページがいるんですが、そっちは出てきた途端にバンブルビーにやられました。映画のディセプティコンは出てきた途端にやられるので、いつも通りですね。それでは早速変形させます。トランスフォーム。まずこれの変形難易度ですが、一応デラックスサイズなので、基本的には3か4なんですが、4とか、下手したら一応3段変形するので 4.5 ぐらいあると思いますね。どこをどうすればいいかちょっと難しいんですが、おそらく最もロスが少ない方法で変形するなら、まずここですね、左右を開いて、このコックピットのところですね、ここを上に上げます。そしたらこの爪の部分ですね、これをこのように展開しますね。そしたらこれが足です。この足の部分をロックを解除して伸ばして腰を回転させます。そしたらこのキャタピラの横の部分ですね、ここのロックを左右両方とも解除して、ちょっと後ろの方持ってきますね。そしたらここの部分ですね、ちょっと分かりづらいんですが、ここで折り曲げるとちょうどこの部分がカバーになります。そしてさらにこのドーザーブレードですね、ここを入れ込む形ですね。そしたらこの部分はこのようにドーザーブレードを畳んで左右を合わせます。そしたらここのロックしていたこの部分ですね、こちらをこのようにシリンダーにかぶせて収納ですね。そしたら次は腕です。これが腕なんですが、キャタピラを外します。それはムチになるんですが、どっから外すのかちょっと分かりづらいんですが、一応ここですね、ここのところで外れるので、このように持っていってこの爪の間に通すのが正解みたいですね。そしてここで残っているこれの部分をこちらに持っていって開きます。こんな風になります。そしたら反対もここですね、ここのところで外してこの爪の間に通すんですね。そしたらここを取り出して、そしたらここにスペースができるので横に広げるんですね。そしたら次はボディです。まずここの部分ですね、これを下げるとここに頭がついていて、ここの部分ですね、これをこのようにしてこのパーツのここですね、ここを膝のこの穴に入れ込むんですが、
ちょっと入りづらいので、ちょっと添えただけにしておきます。一応これでジャックハンマーモードの完成です。ジャックハンマーというのは削岩機のことで、おそらくこの足で削岩するんですね。でちょっと支えがないのでこの状態では立てないですね。劇中ではこの状態で戦っていました。そして玩具オリジナルでロボットモードにすることができます。まずここですね、これを持ち上げて縮めつつ、シリンダーですね、ここシリンダーを縮めつつ、このお腹の中に入れ込んで、グレーのパーツですね、これが上に来るようにします。このにここにはまります。でここ倒して、次に足を分割ですね。そしてこのカバーを下に持っていきます。こうですね。実はこの状態でもちょっとつま先がないので立てないんですね。そしてあとはこの背中のとこですね、これをこのように分割して、このように足を出します。反対側もこうですね。こうすることでちょっと4本足ですが、ちょっと立てますね。まあちょっとここが緩いですね。あ、間違えてました。ここですね、このピンをここに取り付けて、それでこれ立ちますね。これでロボットモードの完成です。もともとディセプティコンは、まあ、足が逆関節で取り足だったりとか異形なキャラクターが多かったんですが、とうとう4本足のキャラが出てしまいましたね。エヴァンゲリオンの新劇場版の仮設5号機っぽい雰囲気ですね。さっきのボーンクラッシャーと並べるとこんな感じです。腕が長いところというか、まあ、ちょっとランページの場合は、まあ、ちょっとこの武器ですけど、まあ、長く見えるのは似てますね。あと顔もなんか昆虫っぽい感じもなんか似てます。それでは可動範囲見ていきます。まず頭ですが、まあ、若干上下と左右はちょっと動けないんですが、こういう風には動きますね。ちょっと虫っぽいですね。で腕が360度回転して、そして上にここまで上がります。90度ですね。ただちょっと肘が動かないです。なので、まあ、前に向けるか上に上げるかしかできないですね。ただし腰は動きます。そして足ですが、これがなぜか両足一緒にしかちょっと動かせないですね。ただし膝は90度曲がります。つま先とかはないですね。そしたら後ろ足ですね、こちらは、まあ、この、まあ、左右に開いたりとか、ここですね、ここの部分が割と柔軟に動きますね。変形ないのですが、やっぱこれ難しいですね。5だと思います。ちょっと可動に癖がありますが、いじってて結構楽しいですね。普段はまずはジャックハンマーモードに戻します。まず足ですね、この足を両方くっつけます。そしてここの部分ですね、を外して、この足のここの部分に付け直しですね。そしたら後ろの部分ですね、両方くっつけて爪を収納します。これでジャックハンマーモードの完成です。そしたら次はビークルモードにします。まずここ外して、頭を上ですね、こちらに持っていって、このシリンダーはちょっとこちらの方に持ってきます。そしたら腕ですね、まずこのように持っていって、ここの車輪ですね、これをこちら側に持っていきます。そしたらこのキャプターピラーを外して、ここに巻きつけていって、
この部分で止めます。これで OK ですね。そしたら反対も同様にまずこちらに倒して、この車輪ですね、車輪をこのように一直線にしてキャタピラを車輪に巻きつけていきます。でここでロックですね。これでくっつきました。そしたら次はこのドーザーブレードですね。まずこう展開して横に並べます。こうですね、ブレードができたらこのロックですね解除して、ここの部分ですね、ここを口持っていきます。ここにかぶさって、さらに、まあ、この時にこのまたシリンダーがちょっと出てきてしまったので、この辺りに入れてこちらに持ってきて、ここのパーツですね、ここはこうですね、伸ばしておいてからこのキャタピラのとこに挟んでいきます。そしてここでロックですね、反対側もロックします。そしたら、ここがちょっと出ていたのでこれを押し込みます。こうですね、ちゃんと入りました。そしたらあとは足ですね、まず反転させて、そしたら次に足を収納するんですが、このカバーこっちにやらないといけないんですが、今の時点でやるとこの足が戻せなくなるので、途中まで来てからここに入れ込みつつ、こうですね、収納します。そしたらここの部分ですね、コックピットの部分を下に下げて、ここも合わせます。最後にここですね、爪の部分を元に戻せばビークルモードの完成です。最後まで見てくれてありがとうございます。変形合体するものを毎日レビューしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。